真田正輝は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。カイ・タケ家の家臣。カイ・タケの木は五十気持ちの侍大将。父は、真田幸ユで次男。同母兄に、信綱、道同母帝に、正幸、信忠がいる。陽名を徳次郎。兵部、進む、兵部将優。名は、信輝とも。武田二十四将にも数えられる。 長篠の戦いで奮戦するも戦死した。したら現決戦場、三つ子山に残る真田信綱、正照兄弟の墓。天文12年6月に岩尾城で生まれたとするが、異説もある。古障として、武田信玄に禁じし、信玄により有力武将の指定が認じられる、無家弟衆に抜擢される。信玄に常に付き従い、和幸先週七千を務め、兵部は、 我が両目なり戸まで言わしめたという逸話が残っている。紅葉軍艦では、信玄から別家を建てることを許されて独立し、真田本家の長兄、真田信綱の200機とは別に50機を預かる、将として活躍し、新州先方州の副将格であった。なお、所領は、真田号の周辺に与えられたと思われるが、在場地などは不明。兄、 信綱と共に出陣することが多かったが、単独でも出陣し先行を挙げた。A61 年には、信綱とするが国攻めの先行を担い、A612 年の三瀬峠の戦いでは、信綱や内藤正豊と共に伝軍を務めて、先行を挙げている。天正3年5月21日の長篠の、戦いしたら現決戦場では、最右翼の首相を、馬場ミの守る。 そのすぐ左翼を兄信綱が担い、さらに左横に陣取って右翼部隊の一端を担う。織田軍の左翼を受け持った正面の佐久間信森の陣に突撃すると丸山と呼ばれる小高い丘を奪い合う局地戦を展開。ここでは支球を上げるなど奮闘するが、深手を追い、信綱と共に討ち死にした。去年三十三、法名は峰梅因伝風山。 吉重大前城門。したらには墓が存在し、同じ墓碑の向かって、右に兄、信綱の名が、左側にマ輝の名が、真田兵部、進むマサの日と刻まれている。この真田信正は徳川家に仕え、忠だに従って越前に居まし、子孫は越前松平家に仕えた。今も越前真田家として存続している。ありがとうございます。